ですよね。そうですね、はい。お、田中のドライブファールあってバスケットアウト。まあ、序盤としてはですね、北海道もある程度こう東京に対してイージーシュートは許してしまっているんですけど、食らいついているというような展開なんですけれども、ですね、逆に田中、田中のジャンパー、こういうところ、水原、ここもうまくスクリーンを使って、田中のジャンプショット、この辺りのうまさです、まず自分のシュートが一番に来るというところですね。田中得意なロングツー、田中選手はスリーポイントになると思うので、比較的逆にロング選手としてプレーはしやすいかもしれないですね。うわ、この辺りの田中大輝のうまさ、田中大輝が受ける、ここからカープのピックがあったが、そのまま田中が空いた、いいスペーシング、田中、この葛原スリーを狙う、その距離を取ったら今度はアウトサイドからね。セカンドチャンス、ロシターから田中スリーどうか、来た、しっかりましたね、はい、ここでまた切れ込んでいく田中大輝、お酒部を出して田中ロングトゥー、ここは得意なレンジ、そうですね、はい、いいシュートでしたね、田中大輝、このステップ田中、比江島アンダーでいったスリーが来た、いいスリーポイントですね、比江島のアンダー、シチュエーションも東京は多いですから、はい、北海道の方としてはこの起点である田中選手と、やはりまあジョーダン・テイラー選手、これまだそういう時間帯でいいと思いますね、小島、はい、ディフェンス外してもうまた入ろうから田中、いいしいプレーでしたね、田中大輝、今ピックアンドロールしようか、一回顔でフェイクかけてました、田中大輝はそのまま空いた、打つ、正確、シュートタッチもいいですね、一方の東京の方としては時間を考えてもそこまで無理なオフェンスをする必要はないので、はい、ゆったりと自分たちのペースである程度時間を、遠藤ショートコーナーですが田中、比江島止められない、宇都宮タイムアウトです、ついに来ましたね、橋本選手とこのロング選手2人のこの能力でどん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 点数をこう縮めて、テイラーは右のコーナーに向かいます、早くのピッチ、そこへしっかり出しました、今日は田中選手第1クォーターから爆発してますね、ですね、さあ今度は葛原が、そして今度は田中大輝スティール、田中大輝カークへ、カーク空いた、外からスリー、いいが比江島行きます、日本代表同士、田中振り切ってカークと合わせる、田中カーク、いいアタックでしたね、宇都宮、田中大輝、カーク空く、カークのミドル、これが正確、昨日確率にオフェンス展開してますね、カーク、田中大輝最初のスリーどうでしょう、来た、コーナースリーでした、ですが通らない、ターンオーバー、チャンス東京、ザックバラスキーから田中大輝動かしていった、カーク